はい、どうもこんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、今後登場予定のアイコニック選手たちを紹介していきたいと思います。今週ミラン、来週マンチェスターユナイテッドということがもう決まっていますが、その後にね、どんなアイコニック選手たちが来るのかというのを紹介していきたいんですが、まずはですね、ちょっとお話しさせていただきたいことがありまして、なんか普通に友達と喋ってる感覚になりましたけど、まずはですね、メッシに関してはですね、ウィニングレブ2021通して、この5種類のメッシが登場するということがプロモーションビデオにて発表されています。で、今現在一番左のメッシ、そして左から2番目のメッシで、一番右のメッシに関してはもう出ていますが、真ん中の2人ですね、この2人のメッシに関してはまだ登場していませんので、今後ウィニングレブン2021で登場してくるんじゃないかなと思いますし、まあここら辺のメッシにかなり期待ですね。ただウィニングレブンとして、やはり若手の選手が重宝される、まあレベマ上限がかなり高いので、若い選手がね重宝されるこの環境下になっていますので、アプリの方は本当にこの一番左のメッシですね、獲得してみたいんじゃないかなと思いますが、まあまだ PS4 しか出てないと。ただ気になる点がありまして、 Apple Store の方でですね、こちらのメッシプロモーションビデオとして出ているんですよね。まあこちら2007年の4月18日ということで、 PS4 ですでに出ているメッシ、同じ日付のメッシなんですが、このアプリの方のプロモーションビデオにも登場していましたので、まあ今後もしかしたら登場あるかもしれない。まあ一応このメッシに関しても、まあ期待はかかる部分なのかなと。で、もう一つ、ご紹介させていただきたいのが、来シーズンから、ナポリがですねメインパートナーになります。まあこれは来作から、メインパートナーになりますので、まあこれは来作からメインパートナーになりまして、2022-2023シーズンから、ウィニングレブンコナミさんが独占でパートナーを組むということになっています。まあ独占というところは、まあ少しね意見あるかなと思いますが、まあ来作からねナポリ搭載されますので、マラドーナだったりラベッシ、まあここら辺のアイコニック選手たちにもかなり期待がかかる部分ですね。あとはですね、まあナポリがねメインパートナーになりますので、このまあ出ている選手たちでもそうなんですけど、クリバリだったりインシーネに関しては結構能力値も上がってくるんじゃないかなと思いますが、まあそこら辺にもかなり期待がかかりますね。ということで話を元に戻しまして、今後登場予定のアイコニック選手たちを紹介していきたいと思います。まあ今週はミラン、来週はマンチェスターユナイテッドが登場するということになっていますので、今後誰が登場するのかというところをまず画像でね、ご紹介させていただきたいと思いますが、ご覧の通りですね、マドリーからファンデルファールとシャビアロンソで、ユナイテッドアンディコールド、ドワイトヨークに関しては来週登場するんですが、残りブライアン・ロブソンも残っています。で、アーセナルからプティですね、で、ローマの方からはアルダリールということで、7選手がまだ登場していないことになっています。ということで、まあ再来週からねかなり期待がかかるんじゃないかなと思いますが、まあ一応ね一覧表でまとめてみました。ご覧の通りです。マドリーから2選手、ユナイテッドからは3選手、アーセナルからは1、ローマ1ということですね。まあ今後もねどんどん追加される可能性は残っていますが、まあ今現在はこの7選手が来週以降登場するということですね。ということで、ここからはですね詳細な能力値見ていきたいと思いますが、アンディコールとドワイトヨークに関してはユナイテッドのアイコニックで常に紹介していますので、今回はですねその2選手を除いた5選手しっかり見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。まずはセンターバック、アウダイールですね。ローマの方から登場するということになっていますが、まず一つ、センターバックというかディフェンスの選手ですね。ディフェンスのアイコニックってかなり貴重ですので、ぜひ獲得していただければと思いますし、能力値だけで見てもかなり強いですね。まずヘディングジャンプ、フィジカルコンタクト、空中戦に関してはレベマ時点で93、93、87ありますし、スピード瞬発も83ですね。で、ディフェンス系の能力値も96、99、95、特にボールダッシュに関してはカンストになっていますので、ディフェンス系の能力値、ヘディングだったり、まあ空中戦ですね、ここら辺、あとはスピード瞬発しっかりあります。で、パス系でも85、82ありますので、まあ高いところでバランスが取れているセンターバックかなと思います。で、スキル面で見た時にもヘッダーだったりアクロバティッククリアでマンマークインターセプトも持っていますし、プレイしたらハードプレスということになっていますので、かなり使用感のいいセンターバックかなと思いますが、唯一身長の部分ですね、183センチしかないということですので、まあサイドバックだったりね DMF で起用できれば良かったんですが、まあ今回センターバックのみということになっています。ただですね、まあセンターバックで使ってもかなり強い能力値持っていますので、今回のローマのアイコニックが出た際には狙っていただければと思うんですが、ローマのアイコニックデータとして入っているのはまだ1選手しかいないので、まあ復刻がどうなるかというところですね、他の選手との抱き合わせによるかなという印象ですね。
ということで続きまして DMF プティですね。プティに関してはまずプレイスタイルが前回のアイコニックと変わっていますのでご注意いただければと思います。でまず能力者から見ていきたいと思いますが、パス系ですね、グランドパス2下がっていますがフライパスは1上がっています。でオフェンスやつけてる得点能力に関しては5と9上がっていますね。得点能力めちゃくちゃしっかり上がったんじゃないかなと思いますし、スピード瞬発3と2ずつ上がって84ですね。でディフェンス系の能力値とっても1、2、1ずつ上がっていますので、まあ完全に上位互換なのかなと思いますが、やはりプレイスタイルが変わっていますね。ハードプレスからボックス2ボックスに変更となっていますのでご注意いただければと思いますが、あとはコントロールカーブがコントロールループに変わっていますね。他のところのスキルで見てもワンパーだったりパスケも持っていますし、マンマークだったりインターセプトで、あとは CMF、DMF もそうなんですが、センターバックだったり、あとは左サイドバック、まあ、結構ね左サイドバックで使われる方多いんじゃないかなと思いますので、前回のアイコニック持っている方でも今回のプティ狙っていただければと思いますが、まあこちらに関してもアウダイール同様ですね。まあアーセナルでは残り1選手となっていますので、他の選手との抱き合わせ、誰が一緒に出てくるのかというところで、まあ獲得するかどうかに関わってくるかなという印象ですね。続きましてマンチェスターユナイテッド、ブライアン・ロブソンですね。ブライアン・ロブソン今回かなり強くなっていまして、まずパス系が1と3上がっています。でオフェンスエンス2、決定力も3上がっていますし、ヘディングも6上がっています。でジャンプも4上がっていますので、空中戦に関してもしっかり上がったかなという印象ですね。でアグレッシブさは5上がっていますし、逆味がかなり高いですね。4、4。でスキル面で見た時にもヘッダーだったりワンシュー、ワンパー、コンカも持っていますし、ただ一つアートスピンキックはテイタンドロブになっていますのでご注意いただければと思いますが、まあライブアップで B 固定というところも考えて、2列目環境ではかなり最強クラスの2列目になっているんじゃないかなという印象ですね。まあ今回のユナイテッドはアンディ・コール、ドワイト・ヨークで一緒に出て欲しかった選手になっているのかなというところですね。続きまして OMF ファンデルファールトですね。ラファエル・ファンデルファールトに関しては、まあまず通常との比較見ていきたいと思いますが、上の方の能力値しっかり上がっています。特に決定力に関しては8つも上がっていますね。でフリーキック能力だったりスピード瞬発に関してもプラスです。でスキルが能力パスがなくなりまして、軸裏ターンとヒールトリックが追加となっていますのでご注意いただければと思いますが、前回のラファエル・ファンデルファールトと比較していきたいと思います。まあやはりドリブル能力だったり得点能力ですね、しっかりプラスです。ただ逆にフィジカルコンタクトだったりボディコントロール、スタミナに関してはマイナスということになっていますが、まあ得点能力が上がっていますので、個人的には今回のファンデルファルトの方がおすすめなのかなというところですね。で5選手の中の1人ラストですね、 DMF レアルマドリーからシャビアロンソということで、シャビアロンソに関してはまあディフェンス系の能力者かなり高いなという印象です。89、86でスピード瞬発、まあ瞬発力72なのでもう少し欲しかったところなんですが、パス系がかなり高いですね。94、96でスキル面で見た時にもワンシューだったりワンパスルバス持っていますし、ミドルシュートも持っています。でまあシャビアロンソに関しても前回も、言及していた通りなんですが、センターフォワードいきますのでぜひ使っていただければと思いますが、前回との比較見ていきましょう。まずはリバプールのシャビアロンソですね。能力値だけで見るとドリブル能力だったりパス系下がっています。まあオフェンスエンス4つ下がっていたりするんですが、逆にスピード瞬発、ディフェンス系の能力値だったらワンシューだったりインターセプト持っていますので、このリバプールのシャビアロンソよりかはマドリーのねシャビアロンソの方がおすすめなのかなと思いますし、前回のバイエルンのシャビアロンソとの比較ですね、ご覧の通りになっています。やはりディフェンス系の能力値今回かなり高いなというところで、スキル面で見た時にもやはりワンシューだったりねインターセプト今回追加となっていますので、まあここら辺考えても今回のマドリーの方がいいのかなと思いますが、ただチームで見た時にバイエルンのチームにする方も多いんじゃないかなと思いますので、バイエルンのユニフォームにするのであれば前回の方かなと思いますが、ただマドリーのユニフォームにする場合は全然今回の方がいいのかなと思いますし、ただまあマドリー、バイエルンどちらも使わないのであれば今回のマドリーの方がおすすめなのかなというところですね。ということでシャビアロンソまとめがご覧の通りとなっています。やはりディフェンス系の能力値に関しては今回かなり高いかなと思いますので、ぜひゲットしていただければと思います。ということで本日はですね、今後登場予定のアイコニック選手たちを紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあやはりこのメッシですね、残り2選手残っていますので、この2タイプのメッシいつ登場するのかというところだったり、あとは能力値かなり期待ですね。はい、ということで本日はご覧に終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では